山市中心部から南へ14キロ、沼熊半島の先端にあり、瀬戸内海国立公園を代表する景勝地、鞆の浦。穏やかな瀬戸に浮かぶ島々の姿はまさに絵のよう。瀬戸内海の中央にあたるこの場所は、潮の流れが変わる海の交差点。古くから潮待ちの港として、また大陸との交易の場として栄えてきました。江戸時代には船が往来する商人の町として繁栄、名所や旧跡、古寺が数多く点在する中、今もさまざまな庄屋の遺構を垣間見ることができます。落ち着いた港町の風情は古き良き時代を感じさせてくれます。鞆の町を知るには、鞆の浦観光情報センターへ。観光パンフレットやマップが揃い、相談すれば親切に案内してもらえます。おすすめは鞆の浦史跡巡りツアー。主な観光スポットを無料で巡ることができます。ベテランガイドの説明で鞆の浦の知識が深まり、より一層充実した旅になるはずです。